はい、こんにちは、ニオドです。今日はですね、ランクル80、私のね、FZJ80G、こちらのね、仕様変更というかね、見た目の、変更をしようと思ってます。このまずルーフラック、これ外します。アイバワークスのノセルダ2かなんかだと思うんですけど、アルミの足に、ステンレスの装飾の、ルーフラックになっています。はい、これしばらくね、7年8年ぐらいね、乗っけてたんじゃないかなと思うんですけど、もうね、これに荷物一度も乗せたことないです。ですから、取り外して、処分しようと思っております。はい、欲しい人いれば安くお譲りします。で、今日はそれを外して、で、また今度ですか、次、今日は、携帯のカメラで撮ってますけど、次は、あれ来年あたりやっていこうかなと思います。この動画が来年出ちゃうと再来年になっちゃうんですけど、令和5年に、シュノーケルもね、外していこうと思います。吸気が追いつきません。こんなわけのわかんないのつけてるとね。はい。ですからもう、ボックスにも、エアクリーナーのボックスにも、穴を開けちゃって、そこからも吸うようにしてるんで、全く今意味がない状態です。はい、まあ発光はいいんですけど、私がね、遊ぶところにはこれ必要ないかなと思ってね、そういうのもやっていきたいと思います。今日はまずルーフラック外していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、とりあえずちょっと苦労しましたが、横着したんで苦労しました。何年かぶりにね、FZ らしい、 FZJ らしい形になったんじゃないかなと思います。この車、徐々に綺麗にしていきます。まあオフロードやるんで、そんなにこだわった仕上がりはしないですけど、ソリッドで軽く拭くか、ローラーで塗っちゃうか、まあね、直すの大変になっちゃうから、ムラが出るとやっぱガンで、パネル1枚ずつ、近所に迷惑かけないようにね、パネル1枚ずつ時間かけて、10日もあればね、塗れると思うんで、パネル1枚ずつ塗っていけばいいかなと思うんで、そんな感じでやっていこうと思います。はい、そんな感じでございます。はい、ではなんて言ってましたけど、リアラダーね、外すの忘れてたので外します。
よいしょ。はい、取れました。はい、すっきりしましたね、これ。こんな感じです。ステンレスなので、錆は少ないですね。お、水が出てる。水が出てる。こちらがアイバワークスのゼルダです。のゼルダ2かな。もう LED バーライトもすぐつけれるようにこんななってます。あの丸いライトはちょっと私使うんで外しちゃいましたけど、のゼルダと80用のフット、レイン型用のフットと80用のリアラダーのセットです。はい。これを、茨城県取手市近郊まで取りに来れる方、お安く譲りますので、ぜひ、取りに来てください。取り付け等はお手伝いできませんので、軽トラか仲間かなんか集めて、トラックかなんかで取りに来てくれると助かります。積むのはね、二人で頑張れば積めると思うので、軽トラかなんか借りてきてください。取り付け金物は全部ありますが、これは違うかありますが、ボルトがね少し曲がっちゃってて2個ダメですね。私が感じたのは2個ダメですけど、もしあれだったらボルト関係は新品にしてもらった方がいいかもしれないですね。はい、このまま使えないこともないと思いますけど、2個は完全にダメだと思います。はい、掃除とは一切いたしません。このままになります、私は。そんな感じで、以上となります。はい、そんな感じで、今回はこのノセルダ外しました。FZJ80G から外しました。久しぶりに車がね、軽くなったんじゃないかなと思いますが、まあ、これはこれですごく気に入っていたんですけど、もうちょっとね、塗装もしようと思うし、仕様変更もしようと思っていますし、そんなんで、お譲りいたします。まあヤフオクより少し安いぐらいの相場でいかがでしょうか。はい、関東であれば、取手の近辺なので取りに来れば送料もかからないし、発送はねちょっとねこれ大きいんで、できなくなるんで、取りに来れる方ぜひお待ちしております。はい、今回はねこれで以上となりますが、もしよかったら高評価の方と、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そしてね、これから進化します FZJ80G の動画を上げていきますので、
ちょっとね、やんちゃんっぽく仕上げていきますので、よろしくお願いいたします。応援よろしくお願いいたします。今回は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。